オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響き先生です。こんにちは、アンサンブル講師の響きです。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。この間よく行くパン屋さんでクロワッサンデアーモンドというパンを見つけました。これフランス語ではクロワッサンオザモンドと呼ぶのが一般的で、クロワッサンにアーモンドクリームを乗せて焼き上げるのですが、とても美味しくて日本でも置いてあるお店が増えているようです。しかしクロワッサンデアーモンドという名前を見るのは初めてでした。日本でも元の名前を取ってクロワッサン・オ・ザ・マンド、あるいはクロワッサン・ダ・マンドと呼ぶのが普通です。フランス語をやってない人から見ればオ・ザ・マンドとダ・マンドは別物に見えるくらい違いますが、勉強している人ならオ・ザ・マンドは前置詞のアと定冠詞のレが縮約し、さらにリエゾンしたもの。ダマンドは前置詞ドにアモンドがくっついてエリジョンをしたものとわかりますね。ところでこのクロワッサン、フランス語ではクワッサンと発音しますが、元をたどれば三日月という意味です。三日月の形をしたパンだからクロワッサンというのですね。そしてさらに遡って、なぜクロワッサンで三日月かというと、これは増大する、成長するという意味の動詞クワートの現在分詞形で増えつつあるものを指します。三日月は新月から数えて3日目、形を変えて十五夜には満月になります。このどんどん大きくなる最中の弓形のことを昔の人はクワッサンと呼んだのですね。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響きがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル情報交換コミュニティで人気のテーマ、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた、より美和先生の回についてご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほどクワッサン・オ・ザ・モンドの話をしましたが、普通のクロワッサンしか食べたことのない人にはどんなパンなのか想像がつかないかもしれません。目の前に実物があれば良いのですが、そうでもない限り自分で調べるか、相手にどんな感じと聞くしかありませんよね。どんな感じ、日本語でもとてもよく使う表現ですが、フランス語ではこのように言います。À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? あるいは語順を変えて ça ressemble à quoi? と聞くこともできるのですが、 ressemble というのは動詞 ressembler で、似ている
という意味でしたよね。つまりこれはそのまま訳せば、それは何に似ているの？という意味になります。まだ本当の姿を知らない状態なので、何に似ているかと漠然としたイメージを聞いているのですね。答える側はというと、具体的に言葉で説明してあげてもいいし、あるいは写真を持っていたりすれば、それを見せながら、Ça ressemble à ça。Ça ressemble à ça。それはこんな感じと返してあげることもできます。À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça。これを使いこなせれば、こなれたフランス語に一歩近づけますね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがご紹介します。今回はアンサンブルが月に1回無料で生徒様に提供している情報交換コミュニティの開催レポートをお届けします。まず、情報交換コミュニティとは何かと言いますと、最大10名の生徒様と講師がオンラインでフランス語学習について語り合い、情報交換と交流を目的としたイベントです。これまでに数々のテーマで開催してまいりましたが、とりわけ今年の2月に始まったアンサンブルの日本人講師が司会進行を務めている新企画、〇〇先生はこうしてフランス語の壁を越えた。こちらは生徒様から大変ご好評いただいておりまして、予約開始から2日ほどで満員になり、キャンセル待ちが出るほどの人気テーマです。アンサンブルの日本人講師も最初は皆生徒様と同じフランス語入門者だったので、どのような学習法と経験を経て講師のレベルまで上り詰めたかをコミュニティでシェアすることはとても良い刺激になり、学習のモチベーションが上がりますよね。そこで今回は、記念すべき第1回目を担当された三輪先生による本コミュニティの開催レポートの一部をご紹介いたします。2月15日に開催された、三輪先生はこうしてフランス語の壁を越えた。まずは参加者の方に自己紹介がてら、ご自身が感じるフランス語の壁とは何か具体的に挙げていただきました。その中で三輪先生の印象に残ったのは、会話がなかなか上達しない、レッスンで学んだことをすぐに忘れてしまうという2つの壁です。これらに対し、最終的には何らかの解決策を提案するために、三輪先生はまずご自身のフランス語にまつわる経歴を話されましたが、とりわけ飛躍的にフランス語がレベルアップしたのは、フランスの語学学校と大学院で勉強を積んだ計4年間だったそうです。留学中はとにかくそれまでに培った知識をフル動員して、自分の考えを順序立ててフランス語で表現する
ことを常に求められます。宿題、テスト、論文など様々な形で絶えず自己表現のためにフランス語を繰り返し使う、この作業がフランス語の壁を総合的に乗り越えるために最も効果的だったそうです。そんな三輪先生ですが、中でも自ら地獄の2年間と呼んでいる大学院時代の初期に1コマ90分から2時間の授業を録音し、家に帰ってから音声をすべてディクテする、つまり音声の書き取りを延々と行っていたそうです。途方もない作業ですよね。それでも授業のディクテはフランス語の上達に大きく役立ったそうで、コミュニティではその理由を挙げて詳しくお話しくださいました。他にも会話上達のために重要なポイントなどをシェアされましたので、参加者の皆様には大変参考になったのではないかと思います。三輪先生はこうしてフランス語の壁を越えた。開催レポートの全文はアンサンブルが運営しているコミュニティサイトクラブアンサンブルに掲載されておりますので、気になる方はぜひ情報交換コミュニティより記事をご覧になってくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。